えー、じゃあ、あの、最新のね、石屋の情報を皆さんに伝えていきます。イェイなんたってかっこいい箸だぜ。へ <laughs> 今、ノリノリの箸だぜ。<laughs> さあ、行くよ。えー、ビッグモーターが店舗前の街路樹を除草剤で枯らしていた。 だってさ、こんなのまでニュースになっちゃったねビッグモーターやばいね。えー、ビッグモーターのとんでもないことが分かった。なんと店舗前の街路樹を除草剤で枯らしていた。うん。えー、弁護士 .com ニュースっていうのがあんだってさ、こんなのに表のニュースで出ちゃったよ。もうひどいね。もう、ここまで来るといじめだね。えー、ビッグモーター、 ビッグモーター店前の街路樹に除草剤兼重社長は会見でどうなんだ会見でどう,う,どう答えたクエスチョンなごめんね、えー、保険金の不正請求問題で揺れる中古車販売大手ビッグモーターだがインターネット上では別の疑惑が指摘されている怖いねどんどん出ちゃうねインターネットってね えー、お店の前の街路樹に除草剤がまかれて木が枯れているというものだ SNS では複数の店舗前の様子が Google ストリートビューなどの写真とともに投稿される事態となっているだってすごいな同社が7月25日都内の開いた記者会見でこの疑惑について記者から質問がある一幕があった金重社長は環境整備でと 口に仕掛けたが、陣内管理本部長が、きちんと調査をさせていただきまして、適切に対処させていただきたいと、口を割って入っただって。<laughs> ねよっぽどの、よっぽどなんだね。言っちゃいけなかったことなんだね。えー、まあいろいろ、いろいろ書いてあるけどな。まあいいか。えっ、ー、と、ずっと記事はつながってるけど、 あの僕からしてみるともう何だろうなあのもういじめだねここまで来るといじめうん本当はもっとさ大切なことがいっぱいあるじゃないニュースとしてね岸田のことだとかねあの日米合同委員会のこととかさね石屋のこととか本当は話さなきゃいけないニュースがいっぱいあるのにねたかだかさ一ち,ちっちゃなさ中小中,中高車 会社のことでもうこれだけめったで何こう叩くんだからもうなんかちょっとずれてるっちゃずれてるけどね、うん、まあでもこうやって闇が暴露されてるということだからねあのそういう見方があの大切だと僕は思うよ、うんね、次、えー、全,全店舗ではないと思うがストリートビューで見てもビッグモーターの前だけ不自然に街路樹が枯れているところは実際にはあるとね えー、国や自治体が植えた街路樹が不自然に枯れているという機械現象が報告されると。ね、Google ストリートビューで調査するとガチで、えー、多数店舗にて同現象の発生を確認していると。うん、偶然じゃないよということだね、えー。展示者がよく見えるよう何かをまいて木を枯らすビッグモーター社員がついに 発見されるだってさ、うんえー。まさに石屋がやってきたことと同じだねと、うん。展示者を大通りに対してよく見せるため街路樹を枯らせたっていうことでしょうと。さらに昨日、社長の会見であったんですが、どれもこれも保身でしたと。保身。ね。うん えー、結局ビッグモーターに限らず大企業っていうのは悪魔に魂を売っているわけだから弱者に責任をなすりつけることで罪から逃れようとしていたんでしょうと、えー、例えば個人店で、えー、バイトテロ起きるともう潰れるか潰れるしかなくなるんですが大手チェーンでバイトテロされても 平気な顔でずっと営業していると。食品に異物が混じっていれば全回収になるのに、ワクワクは異物が入ってよ、えー、がどんどん人が、えー、亡くなろうが止まりませんと。まさに本当の悪は何をしても許され、善人にそのしわ寄せが行くと。そういう仕組み。 だったのを嫌って、えー、見せつけに来てる感じでしょうと、うん。ね、本当の悪は捕まらないんだよ。うん、本物の悪は、ね、普通に正々堂々とこの世の中を渡り歩き、金儲けをして、みんなから搾取してこれたんだよ。だから、ね、かす、ね、あの、 ちょっとしたちっちゃな会社がこうやってあのターゲットにされて、何て言うんだろう。血祭りにあげられる。これが今までだったということ。今までだっただよ。終わったんだよ。だけど、これが終わるんだよ。終わる。石屋の仕組みがもうなくなる。これが今年だよということ。ね。えー、そもそも、これまで、えー 闇社会というのはほとんど非がない人が100悪い人と扱われ実際に100悪い人は何をしても許されてきたこれは、えー、ネット上の界隈でも同じことがあった結局は誰かの都合で誰かを悪人とするかも決められていた いたんだと漁師はこういった不正を全部なくすということです。うんね、これからなくなるってことだ。うん、もうちょっとだけ読むね。えー、ビッグモーターも、ね、石屋ソング、えー「マヤマヤポン」や「岸田の暴走」のように一切隠さない、えー、闇デクラスだと思うと。 会見もすべて保身。弱者への責任をなすりつけ合い。ぼったくり修理。絶対君主制。ピラミッド社会。アンド。客はカモという風土。街路樹からし利権のためなら平気で壊してくる。医師や社会。ということで、これ大ちゃんがね。 あのー、これは、ブログというか、これにね、投稿してる。うん。まあ、でも、これが終わるってことだからな。うん。こういう悪、石屋は、量子コンピューターの前では、今後は、一切通用しないぞ。だよ、うん。ね。ということで、えー、っと、もう、いいかな、8分。もう一個だけ言っとこうか。ね、もう一本。うん。 えー、てんてんちゃん関係者がコロコロ妖精だよ。<laughs> えー、台湾総統も、えー、コロコロでしょっぴきと。ついにてんてんちゃん関係者がコロコロになったと。FNN プライムオンラインの表のニュース。えー、秋篠宮貴子様が、 ココロコロ感染 <laughs> 25日火曜日と、えー、秋篠宮あ紀子様ね、新型コロコロワクワクに感染、えー、てんてんちゃん子一家の感染は6人目と、えー、宮内庁によると紀子様は24日夕方高熱が出て、えー、検査の結果、ね、陽性と確認と。 どうでもいいね、こんなんね。うん、えっと、ね。まあ、ちょっと飛ばす、これはね。ここだけ言えばいいよね。有名人のコロコロは、しょっぴきの暗号。ついに、えー、てんてんちゃん、関係者に来たってことで、おおついに表のニュースが来たぞと。おおおおーだぜ。うん えー、今のてんてんちゃんはゴム <laughs>、えー。偽てんてんちゃんであって、えー、明治の時に、えー、日本人のてんてんちゃんは合六されて、えー、朝鮮人の偽てんてんちゃんにすり替えられた。えー、原爆特攻隊123便事件。 3.11これらの諸悪の根源こそ偽てん,てんちゃんだったぞと、ね、さらに出生と同時に一人死ぬと1500万円が懐に入る保険がかけられていたんだぞとまあいいかなちょっと あのこの続きあるけどちょっと10分経ったから一旦ここで切り上げようと思います、うん、ただ他にもえーね、えっ、ー、と上越の地震熊本の地震北海道の地震ねえすべて全部だよ全部、うん、他にもこの,あの今日もそうだけど異常な高温、うん、ねそれから冬であれば、えー、異常な寒さ 雪、それから台風、こういったことも全部だよ、全部。うん、疑ってかかった方がいいよ。うん、ということでね、石屋の最新情報の一つ目、一旦終わります。イエイ